し。飲み物来てました。サントリー天然水。キリッと果実、オレンジ&マンゴー。冷やしといた。うめえ。なんかさ、先月のさ、アマゾンのさ、ウーロン茶のマンゴーみたいなやつあったんだけど、それがうめえなと思ってたら、もう販売終了してた。うまかったな、もう一個買うかと思ったら、販売終了してた。で、飯です。飯だろ、これは。エアフライヤー。油の準備は下、処理が不要で楽々調理。油で揚げないのでヘルシー。これどうなの？使ったことないんだけど。エアフライヤー。網プレートをセットして。で、コンセントを入れて、終わり？余熱。食材を入れてバスケットに。いやいや、河川さん、これだけで飯ができるわけないじゃないですかと。あります。ちょうどいいおすすめ商品が。ほらー！ハッシュのポテトだ！これいいでしょ。これちょうどいいでしょ。これやっちまおうぜ。これどうやってやるの？余熱して、タイマー入れる。余熱が10分ってことか。これさ、入れて何分？これ何に、何でも入れていいの？ここでやんねえよ。ここでやっていい？ここで。もうここでやっていい？もうよくない？もうここでやるか。じゃあ、逆に。逆でここで200度やっていい？ 200 度えぐいな。見たい、見たい。見たい、見たい。バカじゃねえ。ここでやったらやばいだろ、これ。ちょ、俺事故怖いよ。普通にキッチンでやろう。怖すぎる。一旦加熱してきた。加熱してる間に次。次ね、でかい箱です。もうなんか、地元のさ、美味しいお菓子とかっていいよな。地元の美味しいお菓子を求めたら、やはりこれが出てきました。ベイブレード X です。感じろ超加速バトル。今すぐ戦えるエントリーモデル。これがあったらもう戦える。超加速ギミック、エクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるスポーツ、ギアスポーツ。ベイブレード、今なんかスタイリッシュだね。ほら、ドラグーンは、ドランザーは、ドライガーは、ドラシール。おー、おー。いやーさ、子供の時さ、これ持ってるやつのとこヒーローじゃなかった、普通に。うわ、ドラゴンルアーってもうダメなの？これ。ドラゴンルアーってダメなの？短くね？こんな短いやつじゃ勝てんねん。ドラゴンルアー持ってなかったら負けだからな、普通に。な、もう短いやつ全負けだったもんな。あれ。この、なんかさ、持ち手がこうなってる、長いバージョンあったの。どう考えてもあれが一番強い。紐の長さ違うんだぞ、コマの。レオンクロー 560TP は、シュートの仕方を変えることで、ベイブレードの性能を変えることができる。スタジアム中央に水平にシュートすると、スタジアム中央に留まり、相手の攻撃をいなす。スタジアム内の外側にシュートすると、スタジアムを動き回り、相手を弾き飛ばす。横に出したら攻撃型で、真ん中に出したら守り型になるらしい。でも前のベイブレードってさ、もっとなんか、締めてアーダコーダしないといけなかったよ。なんか組み立てるのがもっとめんどくさかった記憶があるんだよ。なんか意外とベイブレード自体はさ、ちょっとシンプルかも。おー、できた！めっちゃ簡単。すげえ。もっとめんどくさかったのになんか。で、これ、勝ち方が4種類あるそうです、ベイブレード。しかも勝ち方によってポイントが違います。4ポイント先取で勝ち。まず3ポイントがエクストリームフィニッシュ。相手をエクストリームゾーン、ここ。ここエクストリームゾーンです、ここ。エクストリームゾーンに弾き飛ばす。ここに飛ばして場外に出したら3点。で、相手をオーバーゾーン。ここかな？多分ここ。ここのオーバーゾーンに出てオーバーフィニッシュ。これが2点。で、相手のベイブレードを破壊するバーストフィニッシュ。これが2点。で、最後まで相手より長く回り続ける。これが1点。おほほははは。めっちゃ久しぶりなんだけど、ベイブレード。いつぶり？とりあえず1個回して。おお、めっちゃ回る。すごい回ってる。こんな回んの？こんな綺麗じゃなかったって。なあ、これすごくない？こいつ。もっとさ、なんかこんなちっこいやつでグギギギギギギみたいな。でさ、なんかこうやって持つやつあったよな。こうやって持つやつ。こうやってやるやつ。ちょっと戦わせるか。なんで？いけ！うわ、すごい、すごい！外側行ったときすごすぎだろ、これ。おおお。
おお。後からお前後から入れて負けたのか。ここがさギザギザになってんの、ここ。ここが。で、ここもギザギザになってるのよ。ここに当たるととんでもないスピードで回転するわ。俺、ちょっと感動してます、俺。結構感動してる。きたー、いけー、どっちも。うわー、赤い方なんか弱え。なんか知らんけど赤い方が弱い。え、これ壊れるとかあんの？これ全然吹っ飛ぶあれないよね。弾け飛ぶらしい。え、おもろい。え、いいな。ちょっとこれ置いとこう。誰か遊びに来たらベイブレード。なにこれ、ほんま重っ、でかっ。ハグモッチ、包まれて眠るプレミアム抱き枕。うわ、怖っ。こういう圧縮系ってさ、爆発するように開くから怖いんだよ。うわ、でか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 ー、これでかすぎ。これ何、下半身みたいなの出てきた。おじじの、なんかあれだね、貴族みたいな。ちょっとウォーマーエッグミッフィー、これなんか宇宙船に閉じ込められたミッフィーみたいな。これ可愛くない？あ、可愛い。コールドスリープしてる。これは充電するだけだ。だな、タイプ C 充電。うわ、光った。これであったかーいってやつです。熱っ。あったかい。あったかい。ありかも。ミフィーの体温か。ミフィーの体温を感じます。すごいあったかい。でもさ、なんか電子回路ってな、あっちあっちになっちまうイメージあるんだけど、可愛いからありかも。ウォーマーエッグ。107から131度。次でかい。うん、もう何時間飯食ってないんだよ、俺。あ、食べ物が。食べ物が。あー、リエン寮のピスタチオ来たー。あー、よかったー。ピスタチオ食おう。酒もあるし。うまっ。超うまい。でも今じゃねー。全然今じゃない、でも。うわ、これでハイボールとかなんだら、うめんだろうな。でもやめらんねえ。でもやめらんねえ。これは後で、酒でいこう。え、これも食いもんじゃね？これ。よくわかんない。韓国語が書いてあって、なんて書いてるかわかんない。ミニヤッカ、小麦粉の揚げ菓子。ミニヤッカ、ほんのかに甘く食感しっとり。え？パンみたいな感じかと思ったら違うのか、これ。こんな、パンみたいな。うん、ドーナツだ。これ、ドーナツの味する。超うまい。なんか、ドーナツの砂糖かかって固まったところの味がする。え、うめえ。これ絶対太る。これ、もうやめてよ。あんまカロリーあれも食わんようにしてたのに、俺。いや、エネルギーだわ、これ。これ一袋で300カロリーです。ポテトじゃない？そろそろ。ポテトできたんじゃない？ポテト見に来て。ちょうどできました。これ、できてるっぽい。いただきます。あっか、できてるわ。これでいいじゃん。ああ！いや、これ、もともとオーブンでやるやつだから、もう本当になんか、普通にオーブンでやったのと変わらん。うまっ。やっちゃうか。明日月曜日やけど。乾杯。揚げ物はハイボールや。油が浄化されていくぞ。カロリーゼロや。すまん。お前ら、この夜中の12時半に、こんな姿を。ああ、これうまいね。バスカー。これ美味しい。仕事今日。仕事？いいか、飲もうよ、一回。
一回忘れて飲まん。一回明日仕事だってこと忘れてハイボール飲まない。すっげえ気持ちいいぞ。俺起きたん夜の8時。俺朝食。朝食じゃん、どう見ても。俺朝飯。昨日朝10時までファクトリーをやったら気絶しちゃって、夜8時になった、起きたら。マジで気絶したもん、昨日。でもな、ポテトちゃうねんな。わかりました、皆さんのことは。わかりました、皆さんが言いたいことは。皆さんが言いたいことはね、わかりました。酒、そんなポテトじゃやってられませんと。味の素の餃子、1キロです。味の素の冷凍餃子1キロ。こいつもオーブンでやっちゃいましょう。え？健康が気になる。What？ 餃子を食べるのに健康が気になる。OK。プロテイン餃子。味の素の冷凍プロテイン餃子。今日はこの違いを検証していきたいと思います。やべえ。やっぱ酒か？これ。これ多分酒ですね。ちょ酒を後にするか。これ多分酒ですね。ちょ酒後にするか。これ多分酒ですね。やば、琉球四方伝説飲んでくるの忘れた。まあ、いっちゃうまそうなやつ飲もうかな。はい、1位。なしのささやき。なしワイン。いや、俺、なしめっちゃ好きやねんな。果物の中で、多分1番かも。なし。この次な。あー、サングリア。ビニアルバーレサングリアブランカ。甘口。サングリアか。吟醸梅酒。こんな青い梅酒が？瓶だけか青い。これ梅酒です。これは？これ梅酒です。どれ飲む？どれやる？なしか。なし気になるよね。いただきます。ちょっと臭い。あの、ワイン特有のね、匂いがするわ。ちょっと酸っぱい感じするじゃん。あんまなしの匂いはしない。いただきます。ほー、ほうほうほう。なんかね、梨をワインにしたって感じの味がします。梨をワインにしたみたいな。なんかね、なんていうの？梨好きにおすすめかと言われたら、これはね、ワイン好きの方におすすめやわ。このね、梨のこの味がすごい楽しめるとかじゃなくて、ワインの梨の風味があるやつを楽しめるみたいな感じやから、ワインが好きな人の方がこれおすすめ。なしが好きな人におすすめというわけではない。次いきます。ふわもち、ワオ。パンビーナ。混ぜて作ろう、オーブンから、ワオ。なんとこちら、バンビーナの素を混ぜて、形を作ってオーブンで90秒。できるそうです。わけわかんなくね？本当にオーブンで焼くの？なんか、やだ。粉がある。もうやりたくない。粉がある。粉混ぜたくない。やだ。でも、やるために買ってんだよ、俺は。俺はパンビーナを焼くためにやってんだ。どれやってんのはパンビーナを焼くためなんだよ。パン焼きます。河川パン焼きます。どれがどれなのこれ。おなじみのメンバー。パン DK 焼けんじゃねこれ。これただの入れ物かよ。これか？待って、本物のオーブン使う感じこれ。ちょうどいいのあるよ、今。油なしでいける。これで焼くわ。これで焼くらしい。空のボール、どこにあるの？ちょっとボール取ってくるわ。オッケー、ボール持ってきた。扉に足挟んだ。こっちの3つがプロテイン。こっちの3つが普通の餃子。普通の方を食べます。あ、うまい。痛い。うまい。プロテインを送ります。これね、こっち下にしたらこっちに焼き目がつかずにこっちに焼き目ついちゃう。裏返して焼いた方がいい。ちょっとちゃうわ。ちょっと違う。何やろな。一回元の方食ってみよう。なんかね、香りがある。こっちの方が。ちょっと。なんか肉っぽさみたいなのがある。ちょっとだけ。ただ、やっぱね、こっちの方がうまいと。普通の方が。なんかね、旨味みたいなのが強い。こっちちょっと肉っぽさみたいな、なんていうのかな、ちょっとした香りみたいなのがある。けど、これ何も言われずにこっちの餃子出せたら気づかない。これプロテインのやつだよ、みたいな。
絶対わかんない。うん。うん？やっぱ違う。いや、前と違うかも。こっちの方がうまい。なんか舌触りが違う気がする。普通の方がうまい。いや、多分タレつけてもわかる、これ。普通にわかるかも。ちょっと残る感じがある。なんだろう？なんか違う。ちょっと一旦片付ける。臭い。洗い物したい。次行きます。これね、最近まで知らなかったんだけど、そういえば言われてみればっていうやつなんだけど、これです。アンバさん。落ちてるこれ。最近見ないなと思いません？これ。これ今北海道にしかないらしい。はあ、うわ、夏。中学生ぐらいの時やわ。これ飲んだの。これ普通にね、カルピスみたいなジュース。これね、北海道にしかないんだって。青森の自販機ある。それまだ残ってるんじゃない？もしかしてだけど、それさ、まだ残ってんじゃない？いや、これ送って、リンク送ってくれた人が、北海道にしかないですみたいなこと言ってた。もうなんか売ってるところが少なくなってるみたいな。東京のコンビニに置いてある。やられました。もしかしてこれ。もしかして俺、やられました。いや、でもマジで見なくない？本当に見なくなった。地域が限定されてるだけで、北海道だけではないらしい。次行きます。瀬戸物って書いてる。さあ行こうぜ。お、信州産桃ジュース。絶対うまいやん。果汁 100%。 山下キッチン。桃や、これが桃だった。そうだ、俺たちが普段食ってる桃味は桃じゃない。これだ、これが桃だ。桃かじった時これだ。あ、普段食ってる桃味桃じゃないわ。これが桃だったわ。あ、これが桃。桃味と桃は違うわ。これね、桃。でもうまい。もう本当に桃かじってる時みたい。かなりうまい。なんか本当の桃ってそんなに甘くない。ちょっとしょっぱいじゃん。甘いけどさ、ちょっとしょっぱいじゃん。その味がする。しょっぱい、なんていうの、酸味があるじゃん。酸っぱい、ちょっと酸っぱいじゃん。その酸っぱみみたいな。これ今のさ、酸っぱいしょっぱいと思い出したんだけどさ、辛いさ、関西と関東と違うんだよ。しょっぱいことさ、辛いっていう、これ関西だけっぽいんだよ。辛い、いや塩辛いじゃなくて、辛いって辛いって言ったらあいちゃんに変な顔されて。関西はね、もうなんかこう普通にしょっぱい時辛いって言うんだよ。辛いものはなんて言うの、辛い。辛いもんは辛、しょっぱいもんは辛。これ味濃い、味濃い時塩辛いの辛いって言うんだよ。次いきます。いや、あと2個、箱あと2つです。大きめの箱が2つ。初めてのホイップル、パティシエデビューセット。たっぷり絞れるいちごの3段ケーキ。口金が3種類あって、いろんな絞り方ができる。ホイップルクリーム、パティシエガイド、簡単デコパーツ、作り方ムービー付き。ケーキ作れるんだって。しょ、次行きますか。次行きますか。もうね、おじさんの机の上じゃね、もうケーキは作れない。見ろ、これを。もう無理だ。おじさんの机の上はもうケーキが作れないよ。おじさんの机の上は酒まみれで、もうケーキが焼けないよ。無理だよ。もうケーキ焼けねえよ。スペースがなくて、片付けるのもめんどくせえ。うお、こんなことある、すげえ。瞬間消臭スプレー、エアソフィアハイパー。そんなことある、こんな完璧に消臭スプレー来る。これね、送ってきてくれた人曰く、イブラヒムも無臭になるレベルで消臭してくれるらしい。これ瞬間消臭、天然植物精子成分なので安心。一回これ振って外出て中入るわ。ちなみにここさっき入った時死ぬほど餃子来たかった。うんこして帰ってくるわ。明暗、あまりに明暗。え、すごい。え？え、すごい。匂いしないかも。本当に匂いしないかも。本当に匂いしないかも。すごい。一応外で振ってこよう。餃子臭いから。あ、結構すごい。マジで匂い消える。本当に、なんか、パソコンの匂いする。次行きます。世界の美しい動物園と水族館。チャーミングな生き物たちが暮らす驚きと癒しの空間へようこそ。ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジア、世界29カ国、73施設を収録。なんと動物園と水族館の写真集です。え？これ動物園？え？え？なんじゃこりゃ。え、すごい。コルケアサーリ動物園。これ動物園なの？
島全体が丸ごと動物園の楽園。すごいぞこれ、島が動物園なんだってお、日本もあるじゃん。美ら海水族館、江ノ島水族館、アクアパーク品川、ニフレル、海遊館。え、海遊館あんの？海遊館みたい、久しぶりに。わ、海遊館だ。いや、海遊館確かにデザインいいな。あの建物の特徴的だよね。へぇー。面白いよ。世界の美しい動物園と水族館。君と見たいレースがある。君と見るから競馬がもっと好きになる。君といるからスキーがもっと増えている。正反対の女子高生、愛とエナ。そんな二人の共通の趣味は競馬。ある日8万円の家賃を折半すれば浮いたお金で競馬ができるという、愛の提案からルームシェアを始め、競馬だけが共通項だった二人は一緒に暮らしていく中でお互いのことを知っていき、好きなものを分かち合えるかけがえのない存在になっていくが、競馬×同性ガールズライフ第1巻出走。競馬のために同棲した女二人？そんなバカな。関西弁ですか。君と見たいレースがある。競馬好きな人は次行きます。こんだけドンチキやった後に、これマジ？うわぁ。いや、ちょっとさ、これアンカーのやつじゃん、しかも。え、最近乗ってねー。最近乗ってない、体重計。最近乗ってないなー。え、いや、すぎる。いや、服重いから今。いや、服重いからな、今。マジ、服重いからな。いや、いつも裸で測ってるからな。え、現実なんか知らなかったらさ、現実じゃないよ、みんな。今日月曜日だって忘れたら月曜日じゃないんだよ、みんな今日仕事ってことを忘れたら今日は仕事じゃないの。はぁ、あ、行きます。いやね、多分この体重計狂ってるかも。なわけない。あんだけポテトと餃子食って、今日結構重めの服着てるけど、あんまり体重変わってなかった。痩せたの？え、これ後で風呂上がりに測ってみよう。体重減ったかもしれない。あんまり体重変わってなかった。一緒になりたい100万点のお嬢様、おカレンダーですわ。100万点バラサロメ公式日めくりカレンダー、皆様方と一緒にお嬢様を目指していきますわよ。おハーブですわでおなじみのお嬢様になりたい系 VTuber バーチャルライバーグループ二次産出の100万点バラサロメがプロデュース。一緒に100万点のお嬢様を目指したい。手に取った方の毎日を100万点の笑顔にしたい。そんな熱い思いがたくさん詰まった日めくりカレンダーですわ。まさか雷神日めくりカレンダーの裏でこんなものが作られているとは信じられないぜ。え？ちょっと、え？これ、え、4日目で？え、全部絵が違う。これちょっとおもろいな。あ、なんかちゃんとそういうのもある。ちゃんとしたやつと、明らかにふざけてるやつがあるね。あのね、結構おすすめです。一緒になりたい100万点のお嬢様日めくりカレンダー。俺もちょっと数えるわ。今日が何日目なのか。毎日、この日めくりの格言を、守って生きていくことにします。じゃあ最後の箱いきますか。うわ、最後の箱めっちゃ入ってるわ。いいね。いやー、鳥にふさわしい。プリキュアね、皆さん、プリキュアなんと20周年です。こんなにいるんですよ、プリキュアのピンクが。2人はプリキュアから広がるスカイプリキュアまで、広がるスカイプリキュア、78人のプリキュアを大紹介。広がるスカイプリキュアなの。え、なんか前のさ、おにぎりみたいな食うプリキュアは？もう違うの？え、どんだけプリキュアおんねん？うわ、知ってるわ。これ初代プリキュアでしょ。え、もうわからん。え、すごい。変身シーンがめっちゃ細かく書いてある。え、こんなにいんのプリキュア。え、てかさ、キュア〇〇ってのさ、〇〇ってさ、全部違うんだ。これ。キュア〇〇で被ってるやついないんだ。え、知らなかった。え、なんかデザインクソ進化してんな、こうやって見たらプリキュア。え、ちゃんと敵のやつもあるんだけど、こんなに敵いんのかよ。え、すごい。プリキュア20年なんだって。子供の頃にやってた気がするんですけど、もう20年も経ったんですね。なんでか。虚しさが勝ちました。ストライク！ダイスを入れて手目が揃ったらダイスを手に入れること。バツ印が出た場合や、アリーナから飛び出したダイスはゲームから除外。最後まで手元にダイスを持っていたプレイヤーが勝利。ストライクダイスゲーム。これなんか見たことあるの？これなんかね、サイコロをバーンって入れるゲームだよね、確か。結構なんか逆転みたいなのがあったよ。医療費ルーレットもね、結構法外な値段を請求できるのがおすすめです。アンカーしか書いてない。
これ何？バグ商品？ちょっと待って、アンカーのバグ商品手に入れたわ。みんな、アンカーが作った無です、これが。アンカーってこんな、何も書いてないことある？あ、出たー。これ。俺さ、モバイルバッテリーいっぱい持ってんだけど、クソでかいやつとか持ってんだけど、これね、逆。クソでかいいっぱいあるバッテリーじゃない。これね、こんだけ。こんだけのバッテリー。え、これ容量どんくらいなの？俺容量数字で言われてもわかんねえんだけど。容量はね、自分で調べてください。一回分ぐらいできんじゃない？これマジであれだと思うんだけど、なんか、モバイルバッテリーとコードとこうやって携帯でこう、嫌じゃない？だからもうなんかこう、スッて、しかも俺横にさせるんだよ、携帯、俺の。もう今これよ？一番最初のモバイルバッテリーさ、もう、こんな、みんなも買わなかった、こんぐらいのさ、こんぐらいで全然充電できねえやつ。もう一回分も充電できなかったような気がする、最初の方のモバイルバッテリー。それ考えたらこんなもんだよね。ラジアル電子音目覚まし時計。わ、出た！これ、重要。アラームは非常に大きな音で鳴ります。次のことに気をつけてください。耳の近くで鳴らしたり、大音量で長時間近い続けると難聴などの聴覚障害になる恐れがあります。建物の構造などにより、室外に音が漏れることがあります。ご近所迷惑にならないよう、音量を置く場所を注意してください。これ、しかも、ただ音がでかいだけじゃなくて、なんかね、200何パターン音の種類があって、聞き慣れないから絶対起きてしまうみたいなやつだし。やっていい？せっかく防音室だから。みんな気をつけてね。どんだけでかい音になるか俺はわかんない。どんだけでかい音になるんだよ。今一応ね、コンデンサーかけてて、マイクに。でかい音がちっちゃくなるようになってる。切ってみる。やばくね？俺これノイキャンなんだけど。うるさ。でかすぎだろ、音。切っていい？みんな。ノイキャン余裕で貫通してくる。普通に聞こえるもん、これ。ハセシンよりうるさいかも。ちょっと持ったな、それは。コンプレッサーか。コンプレッサー外すね、一回。外しました。いきます。うるせえ。これマジでうるせえ。これマジでうるさくね？コンプレッサーすごい。これ、ちょっと待って、電池抜くわ。急に鳴られたら俺心臓止まる自信ある、これ。これ急に俺配信中とかになったら心臓止まると思うんだよ。封印します。朝、もう何をやっても起きれない方、どうぞ。わさびなめたけ。うまそう。わさびのなめたけだって、これ。わさびの葉と茎を使用しています。えのき、醤油、わさび。などなど。俺ね、わさび好きなんだよ。いやー、このタイミングで来るか。もう終わったよ、酒盛りは。これ後で余裕があったら来る。いえ！お米あったんだけど、もっちり6種の雑穀米、米からだ。これなんと、これ、なんかね、これをそのままこう、で終わりらしい。これをこうやってやると、こう、お米がバキッてなって、パーって出るらしい。ここに親指を当ててくださいって感じ。ここに、こうやってこうで、米が出るんだって。何号出んの？ 1 号。これで1号が出る。で、水溶き不要で、あとは入れて炊くだけ。雑穀ご飯。これちょっと食べてみよう。たまーに食いたくなるんだよ。雑穀米。ヘアバンド。じゃあさ、この勝負、我のもの。次いきます。チキンラーメンだ。え、普通にチキンラーメン。普通にチキンラーメン。全然気づかなかった。これね、普通にチキンラーメン。うわ、チキンラーメン食いて、そういう時、いくらでも食べていいですよ。チキンラーメン。チキンラーメンさ、めっちゃうまいよね。なんかたまにさ、チキンラーメンの口になることが、ラーメンの口じゃなくて、チキンラーメン食いてになることが、なんなんだろう。チキンラーメンにはもうチキンラーメンにしかないあれがあるよね。オールインワンプロテイン。何味？ヨーグルト風。これうまい。どこの会社これ株式会社、それでや。飲んだことあるっていう？アンビーク。アンビークって書いてある。有名？これ。結構いい。俺ね、ヨーグルト味は飲んだことないかも。めっちゃ食っちゃった、今、俺、袋。プロテインにしては普通にうまい。今飲んでるやつ。
三密読め。鍛えるか。運動するか。マッサージボール MB1 ピンポイントに圧を加え筋肉のコリをほぐし血行を良くします。ただのボールちゃいますの？これ普通のボールと何がちゃいますの？わ、硬っ。え、硬い。え、これどうすんの？これどうすんの？足の裏に置いてゴロゴロすると気持ちいい。確かに。いてててててて。え、痛い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 。さっき足挟んだとこ痛い。普通に足挟んだとこが痛い。おー、結構気持ちいいかも。いや、マジ、ほんとこれ。これ、ほんと？なんか、硬い球なんだけど、普通に。硬いんだけど、ちょっと柔らかい。うん、なんか、効くような気がします。なんかね、ちょうどいい硬さな気がする。次。あと2個。みんな笑った。ゲラハム。毎日笑い飛ばそう。みんな笑った。ゲラハム。お腹こちょこちょ大爆笑。キャラクターボイス、田中真由美。ちょっと大御所じゃない？ちょっと。こんなゲラハムやるにしてちょっと大御所すぎない？すげえ面白いなお前。わら、もしかしたら今日は100円の家から100億の豪邸まで練り歩く可能性ある。こいつ急に電源を。マジで草、マジで。やばいやばい。ごめん。笑ってよ。やばいやばい。ごめん。今日終わりです。いろいろありましたね。じゃあ最後の商品です。シティーズホワイト口臭ケア。毎回おなじみの歯磨きで終わりたいと思います。ちょっと歯ブラシ取っていこう。ない、歯ブラシが。歯ブラシがない。引っ越した時に会社の歯ブラシ捨てたくせー。終わりだ。家帰るまで洗えねー。めっちゃ歯磨きしてんのに。今今度から代わりにこいつに笑ってもらおうか。俺も笑いたくない時あります、人間なんで。あー、結構量あったな今月。てかね、一個分かったことがある。最後まで酒は飲まない方がいい。あのね、酒を飲むとね、あの女児向けのおもちゃ全くやる気がなくなるね。粉を混ぜれなくなる。もう粉混ぜたくて買ったのに、もうね、粉混ぜんのがねかったるくなるね。酒飲んだ瞬間、なんで俺粉混ぜなあかんの。俺は一体何？今月なんかいいのあった？みんな的には。終わりなんだけど。俺はね、海苔かな。これうまかった。ひまかじまの海苔。あとこれかな？バスカー。バスカー。海苔バスカー。これは、これね、怖い。これちょっと怖い。あまりにも匂いが消えて。本当にね、餃子の匂い消えたんだよ。ちょっと怖い。なんで消えんの？しかもなんか何の匂いもしねえし。ガチで匂いがなくなる、これ。ちょっとビビった。本当にイブラヒム切るかもしれない。鼻を鈍らせている。いや、なんかそんな匂いを消すには匂いを消すんじゃなくて鼻を消せばいいんだよ。てかね、そろそろアマゾンを空海、これやるべき。アマゾンを空海。もう今まで買った食べ物飲み物をみんなに食べて飲んでもらう会。もう机来たからおぼに食わせる会。おぼ vs アマゾン。俺がシェフになってやっぱ料理をどんどん振る舞っていく。ちょ、サルミヤッキーも一個頼んどくか追加で。最後は二人でベイブレードゴーシュートして終了。最後は3-2-1ゴーシュートで配信終了。おぼ今風邪。おぼ風邪ひいてんの？全然知らなかった。いや、熱出てるんだ。おぼって風邪ひくん？ひくだ。おぼ風邪ひいてるんだ。めっちゃ心配だわ。風邪めっちゃきついから。
熱あるんでしょ、しかも。お大事にね。ちゃんと休んで寝ないと治んないから、ね、風邪は。めっちゃ心配だわ。早く治るといい。ちゃんと栄養をとって寝てほしい。